さあやっていくかい。やっていきます、やっていきますよ。スパロボ実況パート4です。鼻が今ムズムズしてる。鼻がユニット乾燥とかないな。乗り換えとかでさ、カミーユをせいぜいメタスに乗り換えれるぐらいなもんだよ。かといってさ、リックディアスとかに乗り続けさせてもしょうがなくない？クワトロのリックディアスが他のリックディアスよりも運動性が上とかあるならまだしも、同じ機体にすることはないだろう。色が違うだけ。せめて運動性をちょっと上げてくれるとかしてくれてもいいのに、全く同じリックディアスに乗ってるクワトロが。だったらクワトロはメタスラーに乗ってもいいんじゃないか。メタスの方が強い？どう？武器は。リックディアスはビームピストルが1700だけど、メタスは同じか。でも射程短か。射程短いなぁ。1から5、1から6。これ考えたらやっぱメタスは使えんか。誰を育てたらいいのか。割とあれだな。八方塞がり感あるな。よし、ガンダムマーク2育てよう。ガンダムマーク2、拡散バズーカ、マップ兵器を持ってる。この時点で。え？使っていこうか、これ。ほー。ちょっと面白いね。拡散バズーカ、マップ兵器。どんなんだっけ？もう覚えてないもんね。ちょっとわからん。あと強化パーツもどんどん使っていこう。ガシガシ使っていこう。当たらん。カミーユには当たらんと思うから、ヒュッケバインにリペアキットつけて、あとはメタスかな。メタスの被弾したら自分で回復できんから、メタスかな。これでいこう。ほいじゃ次のマップいきまーす。じゃ、ベシェットね。鼻がムズムズするんだ。先ほどの戦闘ではご苦労だったな、アザラシ君。アストラージマーク2の調査は終わったかという言い方だけ似てるけど声が全然違う。残念ですね。何かと問題がありそうな機体なのでな。なのでなって言うかな、シャーが。中身ほとんどゲシペンスとマーク2のパーツ。ゲシペンスとマーク2。ゲシペンスとマーク2。だから、アルファの世界観っていうのは、どうなってんの一体、アルファと F との接点っちゅうかさ。19番マーク2はマーク1のパーツ使っていないんだろう。力でやり直してる。だからさ、スパロボ F でさ、カミーユとかさ、普通にゼータガンダムに乗ってた気がするぞ。で、スパロボ F ってさ、ゲシュペンストに主人公が乗ってたような気がするんだ。最初にさ、ゲシュペンストマーク2には乗ってなかった気がする。だから、少なくとも技術力で言えば、スパロボ α の時から、後の時代の話が、スパロボ α って今言った、スパロボ F ね。スパロボ F の時代から後の時代がこの α だと思うんだけど、カミーユとか一部の人たちはまだ戦闘経験なかったりするし、量産も不可能。グラビコンシステムとか全然話聞いてなかった。グラビティウォールはそいつを利用使用して勝負のようだ。EOT ってめちゃめちゃ普通になんかあのあらすじのとこで出てきてなかった。聞き忘れた。エクストラオーバーテクノロジーみたいな。エクストラだった？戻れない。文章戻る機能ない。おいおい。それじゃ連邦軍の、そうだよ。RX782 のガンダムじゃねえかよ。
うん、単なる噂だな。RR パプテマスシロコの機体って PMX だっけ。パプテマス、パプ PTX かな、 PMX001 がメタスで002がなんだっけ、ギャブラン、それともボリノクサマンかな、かなんかで、3が、3がジオ、4がジオじゃなかったかな。ポリノクサマンとジオとメッサーラと、あと1機確かシロコって開発してる気がするな。自分で設計してる気がするな。あと1機ハンマハンマじゃないよな。ハンマハンマはダブルゼータだもんな。うん、パプテマスシロコの設計しているもう一機が思い出せんな。なんかもう一機あったんだよ。ジオ、メッサーラ。ジオ、メッサーラ、ポリノク様。サラが乗ってる機体か、それともレコアが乗ってる機体か。なんかある。なんかある。うん、ちょっとググっていい、ググるっていうかスマホで調べていい。この辺の大事話ってきっとすごく大事な話をしてんだよ、話がおそらく後ろで。なので自分で動画を上げてから確認します。今はちょっと非常にシロックが開発した機体が3機だったのか4機だったのか。気になってしょうがなくなってる。だったら一旦動画を止めてだな。一旦動画を止めてあれしろっちゅう話だけどね。うん、ヒュッキバイマック2のパイロット。初めから俺に決まっていた。どういうことですか。どういうことですか。なんかこう偶然とか予定調和が無理やりこう、あ、パラスアテネだねえ。あ、本当はガープスレード PMX だね。開発番号 PMX、 PMX000 がメスターラで PMX001 がパラスアテネ、002がポルネオクサマーンで、003がジオだ。そうだそうだ。うんなるほどね、なるほどね。ちなみに RX110 がガブスレ、 RX139 がハンブラビね、 RX160 はバイアランだって。へー、知らんかったけど、このガブスレとかハンブラビとかバイアランとかこの辺の機体もパプテマンシロックが設計に携わってる設定らしいよ。へーって感じだね。シロッコ天才すぎるね。カミーユなんてゼータガンダムの設計しかしてないのに、それをしてる間にあんなにいろんな機体を。シロコ天才すぎる。だから R がつく機体で言えばさ、そういう意味ではジオとかタイタニアじゃねえ、ジオは P だわ。うん、 R がつく、ガブルスレーとかハンブラビも R がつくってことだね。あれ、俺今なんでわざわざシロコの作った製造番号を考えてたんだろうな。 P じゃねえ、 R がつく機体だっつうのに P がつく PMX、 シロッコの PMX とか調べてどうすんだよって話だよ。全然話が噛み合ってないだろ。バカなのか俺は。バカですね。ホワイトベースがなんか識別不能の機体に襲われてるってすよ。ブライトキャプテンが助けに行かなくちゃってことですね。入りが長いじゃろ、これは。入りが、動画の入りが長いじゃろ。出撃するよ、それは。もう主人公なんだから。出撃するけどもさ、さっとさ、ステージ入りたいよな。はよ始めやっちゅう話じゃ。は
早よ始めやっちゅう話やろ。ただきっとね、動画をこれね、エンコードしたらね、あんまり、大きな動画になってないわ。喋ってるパートの部分とかさ、ほとんど食わんから。おぉ、噂をすればメッサーラ。助けに来てくれるのか。しかし、あいつなんだ、連邦軍の準備でもないようだ。ほーん、このメッサーラのテストにはちょうどいい相手だと思っていたんだ。アムロレイは存在しない。ならば余計な回り道をせずさっさと行ったんですが、それよかったか。なんだこの不愉快な感覚は。もう、アーガマが。どこの所属だ、間に合ったか。このホワイトベースでさ、行けっちゅんだからさ。でも、一年戦争の後そんな時間経ってないのに、いきなりこのアーガマが建造できてるのって不思議だな。出る順番ってこっちからでいいんかな。6の方が前に出るな。これで、え ?6 の方が前に出るってことは、こう、6の方が前に出るってことは、1の方が先に弱いやつから選んだっけってことか。こう、いや、紙いいよ、今回使っていこう。こういう感じにしようか。ふん、英語とかいう連中か。それにしてもこのプレッシャー、面白い。面白いか。あ、もうやれって。これさ、これティターンズの機体か。シャッコーとかそういうやつじゃない。シャッコー、シャッコーじゃない。なんつうな、あの、V ガンのモビルスーツじゃない、こいつ。いや、V ガンの名前詳しくないけど。ゾロアット、そう。ゾロアットじゃん。なんでゾロアットがティターンズに。え、もう、明らか時代が違う、時代が。くるっと回ってくれ。全然違うでしょ、メッサーラとかと。そこどうなの、そこどうなの、一体全体。スレッカーなんか使いません。使うつもりなし。ただ、もしも仮に、どんどんとうちのチームがね、そぎ落とされていったら、スレッカーも使うことになるかもしれない。前線で使えば使うほど死ぬリスクは上がるわけだからね。そこ考えていこう。ねえ、使えば使うほど死ぬリスクは高まるわけだから、安全に育てていきたいけど、死んだ、やられた機体は使わない縛りみたいなのをしてる、するならば、あまり使わない機体とか、ここは落ちてもいいなみたいなところは作っていた方がいいね。落とされたらもう、まずいみたいな、捨て駒みたいなのも、回によっては捨て駒作っていくのがいいかもしれんな。捨て駒作っていくのがいいかもしれんな。近いな、近いな。とりあえずフライトでマップ兵器ないね、この機体には。 51？ でも大型ミサイルしかないぞ。まあしゃあない、撃っていこう。どれぐらい？うわ、だった、派手。聞かねえや。届か。鼻がズビズビしてる。ここを倒したいね。できれば。使っていきたいで。当たる？武器がない、武器がない。ならこうしかないか。あ、一応攻撃できるな。神湯集中砲、怖いぞ怖いぞこれ。
もしもここでカミーユが落ちたらさ、ストラットの一斉砲火を受けて、カミーユが落ちたら、あ、さすがカミーユ。当たらんよ。出てこなければやられなかったのに。あれ？もう白くなってる。ガンダムマーク2がもう白くなってる。まずいな。あ、倒したかった。甘いな。どうするかな。倒した方がいいかな。爪が甘いかな。いや、当たらんから大丈夫。当たるかよ。白紙。どうするかな、どうしようかな。多分まあここかな。うん、ここだな。この人たちはあまり、この人たちはあまり積極的に戦闘には参加させまい。レタスをここに置きつ、いや、アーガマを前に置けない。まあこんなもんでしょうね。こんなもんかな。これぐらい。ただまあ、ナポリー、ロベルトあたりは本当に捨て駒にしてもいいかもしれん。オッケー。うん。ガードせざるを得ない。本当は戦いたいけど。うん。聞かないね。聞かないね。ずいぶんまた。これ防御反撃でいいんじゃね？どうせ 100% 食らうんだったら防御反撃っていう。取説読んだ方がいいかな。防御反撃が何なのかちょっとよくわかんねえ。なんでこんなに、あ、防御反撃だからか。なんでこんなに効かないんだろうって今思っちゃった。250とかしか効かないのかよ。出るか今そこ。本当に青いなんかその青い平面から出てきたけど、手法しかもなんか細っ。このままでは、このままでは。足るよな多分これも。防御反撃しとく。まあ普通防御反撃しとく。いやまあ普通の反撃でいこう。ちょっと聞いたらメタスで回復させよう。死にな。聞かねえ。こんなにあれかい。戦艦って硬いか。ホワイトベースだからかな。伝説の戦艦ホワイトベースだからこんなに硬いのかな。時間がもう19分24秒、まあ、まったり見てください動画をね。あんまりこのガツガツいかない動画にする。スパロボはガツガツいかない動画にする。まったりやっていきます。あの夜寝るときとかにつけてもらってね、まったりあげています。お茶を飲みながらやっていきます。あれ、いや、そんなことはない。倒してないよね。今倒した。あれ
邪魔なんだよ。今しっかり見てなかった。これ何なの実際。実際問題これ何なの。今ビシビシビシってやったのがさ、戦艦に216しか効いてない。216しか効いてないってことを見て確信したわ。倒したらなんか今敵を一人。撃てー。すごいな、一発も外れん。あれ強くない、メガ粒子砲2900。来てくれないんだよな白子が。なんか作戦目的、敵の全滅だしな。白子来てくんないんだよな。来てくれよ、こっち来てくれよ。ちょっとそんなとこいないでさ。こいつはあのビームピストルを使っていくか。ビームキャノンとか食らったら引かなくちゃいけないよな。クワトロ死んだらなんか寂しいな。寂しいっていうか動画的に寂しくなるな。そこだ、そこだ。クワトロで思い出したじゃないけど、花？花？甘いな。花？花も言う。そう、大河ドラマ今なんだっけ、西郷どんみたいな、瀬郷どんだっけ、西郷どんだっけ、西郷隆盛の大河ドラマやってるけどさ、その前が真田丸で、そのさらに一個前が花も言うってやつやってましたよね確か。あれ、これビームライフルって移動したと出るんだ。何それ、便利すぎるじゃん。それって便利すぎませんかね。受け紙よ。でホワイトベースも一気に後ろまで引かせよう。追ってくるかな。遊びでやってんじゃないんだよ。遊びじゃないらしいです。まあこんなもんか、こんなものか。ビームライフル今見たら宇宙 A だけど陸上では B とかそんな感じだったね。ということはちょっと扱いにくいかなって感じが今一瞬した。引こう、ホワイトベース引いてこいつらもう最悪あれだな、捨て駒だな。白っ子戦の捨て駒とする、捨て駒として使っていく。スレッガーさんもですね、捨て駒として使っていく。白く落とせなきゃ話にならない。修理。多分これここに乗っときゃ負けることはねえと思うけどな。いや死んじゃう。偏見艦長の熟練度貯めてもしょうがないのでフェーズ終了。うお？なんだあんなところに。うわあ、ひたすらアガマ狙ってきとる。それはずるい。それはずるい。別に見んでもいいかろうと思うけどな、この戦闘シーンなんて。カスみたいなダメージしか通らずに終わりってんの？甘いな。ちょっと悩むな、どうしよう。このまま、アーガモを狙い続けるならザンスカールの連中がゾロアットが狙い続けるなら、カミーユクワトロ主人公あたりで倒していった方がいいな。その方がスマートだな。反撃するか、小型ミサイルでしとこうか。とりあえず当たらんかもしれんけど、作戦間違えたかもしれん。あんなにこんなにこっち攻撃してこないとは思わなかった。神に攻撃してくれたら嬉しいね。これが戦艦に効くとは全く思えんけどな。全然効かねえ。そろそろ諦めた方がいいぞ。こんなに効かないんだなと思ったら、お、そこから
ほう、そこか。うん、まあまあいいでしょう。いいダメージを与えた。いて、まあ、やだ、やらしいな。ほんまやらしいな。そこ狙ってほしくないっつうか、ホワイトベースはあんまり狙ってほしくないな。めんどくさいから。シンプルに死ね言ってきたぞ、おい、あいつ。シンプルに死ね言ってきたぞ。よしよしよし。大して効かない。どうせ200ぐらい。170ぐらい。84! なんなんだろう、ホワイトベースがそんなに強いんかな。そんな感じある？どうしたらいいんだろう、ホワイトベースがそんなに強いんかな。気力が上がってる？ 113 か。でも走行1800、強っ強っ。メッサーラと手合わせした方がいいんかどうかじゃな。当たらんし、しゃあない。メッサーラとの手合わせはクワトロに任せよう。その隙にこちらは、その隙にこちらはこの辺を片付けておく。ビームライフル、なんで 86% なんだろう。集中した方がいい。あったあったと待機をしちゃった。ちょっとここからパス使います。いろいろと今の失敗は痛い。ハイパーメガ粒子砲て当たりそうだよな。当たって倒せそうだな。ここら辺に車線に入りそうだから、ハイパーミニバリューションをここに塗っていこう。おいで。まあこんなとこかな。3体 OK。 ここからちょっとカット対応していきます。戦闘オフ、防御カット対応していきます。で、防御1800かおかしいよな。そんな、ね、15しかもう効かなくなってるし。もう次はこれあれだよ。10とかしか、あ、ビームライフ効いた。なんで偏見艦長狙ったこいつ。外れ。おお、なんかもたくさ戦ってんな。時間ももう28分。さすがに焦りの色が見えてきた自分にも。ほい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 。むこいつは明らかに違う。こいつは青のね、違うタイプだ。木星帰りとは。ん？ HP あんまりないな。これで1262。3体いっぺんに。シャーって言ってる。シャーって言ってる。どうだ？クワトロ使わない縛りに。最悪の展開、クワトロだけで死んだ。ちょっと面白くなってきたな。クワトロのいないエウゴになってしまった。カミーユ死ぬなよ。カミーユ死んだらもうこれはもう立ち直らんぞ。立ち直せんぞ。これはもう
4000聞くと思わなかったな。4400。クワトロ使わない縛り。まだ抵抗するのなら。だからあの白子は多分初めから倒せんかったんだろうね。うん、一発食らったら撤退みたいな。そう考えたら泥の機体使ったって一発で、あの6000は食らわせるような機体今んとこ持ってないから、それは絶対倒せなかったとしてだしてだ。その中でどれも一発で死ぬな、一発で沈むな、ほぼほぼ。クワトロを失ったのは大きいな、大きいな。クワトロを失ってここで声がやさ男すぎる。倒された機体使わん縛り、これの割を食うのはモビル、リアル系モビルスーツだろうね。リアル系ユニットだろうね。スーパーロボットタイプはあんまりひらめきとかで回避巧みに回避していくけれども、よし、これでいこう。3体、ロベルトとかアポリは使う。ほんま落としい連中じゃの。いい、反撃したね。対空機銃反撃開始。これで終わりかな。クワトロだけを失った32分間。白っ子が強すぎたんだ。対空砲が何してんの。この頃まだ銀河万丈声優違うんかな、変わってる。無駄弾打つなよ。めっちゃ無駄弾打ってそうだけどな。どうなんだろう、どうなの。戦艦はさ、もうこの機体しか使わないみたいな感じで絞っていった方がいいのかな。それとも、まだ何も考えてない、何もプランニングできてない。できれば神湯で倒していきたいんだが、まあどんどん打っていこう。ブライトも使っていくよ多分。戦艦はブライトかもしらん、戦艦はブライトかもしらんって言ったけど、なんか今一瞬潜在はブライトって言いそうになって。いやークワトロをここで失う、小さいな、小さいけどでかいな、小さいけどでかいなっていうのはつまりホワイトベースってさ、ホワイトベースってここからユニットが出るんじゃないの。ユニットっていうか機体がここから、ここよりもでかかったよな、さっきこの残念ゾロアットが機銃で倒していく。ホワイトベースの走行すごいな、1800って相当落ちんぞ、そうそう落ちんぞこれ。ここで気になるのは、見とくか。偏見艦長メインメガ粒子砲を見てみよう。アーガマのてってんてん、小賢しい。お、初めて見るそれ遠いな。なんか戦艦が軒並み戦艦が強いな。この辺のモビルスーツじゃビクともしない。前方門広げ、集中砲法。それ出る、そこから。おお、はいはい。そしてモビルスーツに当たるときに細くなっている。強っ。当初の計画全然もうボロボロだね。当初の計画ボロボロだね。神湯無双しようっつってんのに、神湯無双しようっつってんのにこの塩梅だもんな。バイドノア中佐です。
助けていただいて感謝しております。グリアインノア2の民間人乗せてますので応戦はもうなかったので、へえ、強制退去ね。あのコロニーの軍事基地化を進めるために全ての民間人を強制退去させるつもりなんでしょうと。どうしてこの後もびっくりするわな。なんかあんな町にいた少年がいきなりこの間に乗ってたらびっくりするわな。ゲリラ組織だと。それはティターンズが流している中傷に過ぎない。うん、そうかい。そう認識しているのかい。なんでしょうか。このアーガマの艦長に着任してもらえないだろうか。これさ、あ、スマホ落とした。手で持ってたやつ落とした。これさ、偏見艦長どんな気持ちだろうな。偏見艦長相当あれなんかな。腕に自信がないんかな。ブライドもそんな多分年じゃないんだろう、この頃は。下手したら偏見の方が年上じゃない。スレッカー、企画はね。いきなりさ、その連邦からさ、英雄号に移ってさ、給料はどうなの？給料は。そこ気にならん。誰が払うんだろうね。その弱小、野球に例えたらさ、野球に例えたらいきなり巨人軍の選手がさ、日ハムに来るみたいなもんだよ。な、蝶のあたりがさ、なんかこう、正義感に芽生えてからさ、いきなり日ハムに来るかもしれないけど、日ハムそんな給料払えんよっていう。少ないこの総年俸の中でさ、ファが来た。少ない総年俸の中でさ、やりくりしてるわけだ、選手のな、年俸。そんな中にいきなり蝶のとかやってきてさ、おう、いや、俺も使ってくれ、なったってさ、ね。給料払えんってなるよな。どうすんだろう、そういうこの、英語内ではさ。いきなり蝶の秋だって払えねえよって。まあ、そんな感じで、はい。はい、長いな。37分もダラッと喋ってたら、怖い。時間がいくらあってもしょうがないな、こりゃ。いくらあっても足りないわ。これじゃあまあ、パート、スパロボアルファ実況パート4でした。ね。まあ、ゆっくりやっていきます。次回からクワトロ使いません。ほな、また。